カーは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの42番艦。艦名は、冷凍機械船で護衛駆逐艦サミュエル・ B ・ロバーツに乗艦し、戦死後に銀星賞を受賞したポール・エイチ・カーにちなむ。カーは、ワシントン州シアトルのドット・パシフィック像船所で1982年3月26日に寄港する。 1983年2月26日にゴールディカーベンシルヒによって命名浸水し、1985年7月27日にロバート・ジェホーン艦長の指揮下収益した。カーは収益後、サウスカロライナ州チャールストンを母校として活動する。最初の作戦参加はペルシャ湾においてアーネスト・ウィル作戦への参加であった。同作戦でカーは、 ホルムズ海峡でタンカーの護衛任務に従事した。カーの戦団護衛任務は定期的に行われたが、その任務期間中にイランの小型艇がタンカーに接近した出来事があった。カーは、甲板上の1 2 7ト、mm、ル機銃 M2 及び m 3 8 2 5ト、mm、ル機関砲により小型艇を撃退した。2011年までカーは、 バージニア州ノーフォークを母校とし、第22駆逐戦隊に所属していた。その後、2013年3月13日に退役した。退役後は、台湾海軍が取得を希望していたとされており、2014年12月4日、アメリカ上院は本艦を含む4隻の、オリバー・アハザード・ペリー級を台湾へ売却する内容を含む法案を可決した。 2013年3月13日退役。ありがとうございます。